どうもこんにちは、アメミヤです。今日は、対戦ズーキーパーというゲームをやっていこうかと思います。これはまずどういうゲームかと言いますと、3つ揃えて消す。動物を3つ揃えて消して、アタックポイントとディフェンスポイントを競うというゲームなんですね。まあ、実際ちょっとやってみましょうか。練習で。まあ、こんな感じに動物が出てくるんですけど、カバとゾウを消すと、ディフェンスポイントが増えます。これ。3って増えましたね。今、ラッキーってここに映ってるんですけど、ラッキーパネルは、アタックポイントとディフェンスポイントが3ずつ増えます。両方増えるんですね。例えば、キリンだとかを消すとアタック3。で、カバーを消すとディフェンス3。まあ、こんな感じに、3つ揃えて消して、まあ、コンボをつなげると、こんな感じにコンボをつなげると、ボーナスが増えていくっていう。まあ、そういうゲームですね。で、こんな感じに、タイムアップってなって、まあ、上が時間なんですけど、これアタックとディフェンスを競って、相手と戦っていくっていう感じのゲームですね。まあ、実際これをやってみますね。まあ、結構ミスっちゃってましたけど、まあなスコアですね。まあ、こんな感じと。まあ、これで、だいたい体力は200なんですよ。なんで、まあ、200の前に減れば、相手を一発で倒すことができます。まあ、こんな感じで。こういうゲームですね。じゃあ実際ちょっともう、オンライン潜っていきましょうか。これ、元自分全1なんで、まあ、ブランクだいたい4年ぐらいあるんですけど、元全1なんで、まあ、そう簡単にはこのレート帯では負けないと思いますよ。では実際やっていきます。はい、お願いします。ちょっと途中一回ミスっちゃったけど、まあ、悪くないスコアですね。最初初期レート1500なんでね、あの前世紀の4年前は自分、レート2900ぐらい行ってたんで、全然正直もうこれ超レート詐欺ですね。まあ、申し訳ないけど、しょうがないですね。最初なんで。アカウント作り直すとやっぱり、レートが初期になっちゃうんで。まあ、ちょっとレート詐欺感ありますが。まあ、引き続きやっていきましょうか。まあ、CP っていうのがあって、これが1戦で4減るんですよ。なんで、あと4戦できますね。あと4戦やっていきましょう。はい、お願いします。ガチャピンさん。まあこんな感じで。消そうと思ったのがことごとく消えてったけど、まあ、結局コンボになってるんで。はい。相手、ディフェンス60ぐらいだったかな。まあ、これ減ったんで、もうこの時点で勝ち確ですね。相手アタック139かな。まあ、体力200なんで、先に200以上の時に相手の体力が減れば、まあ、勝ちが確定しますね。はい、ありがとうございました。じゃあ、どんどんやっていきましょう。あと3戦ですね。ズーキーパーやった人は意外にいるんじゃないかな。なんかスマホとかのゲームでもあるんで、やったことある人はいると思う。まあ、これはちなみにパソコン版なんですけど、意外とこれ面白いんでね。
まあ、もしよろしければ、やってみてください。どこだ？こっか。あ！ことごと崩れた、今の。どっか。ここか。あ、これちょっと弱いですね。これちょっと弱いですけど。あ、パネル配置がちょっと悪いっていう時もあるんで。あ、ちょっと今の3回ぐらいミスったんですけどね。それがちょっと痛かった。お、強いぞ。さあ、減る。あ、でも止まりましたね。ちょっと真面目にやりましょう。まあ、今のノーモアブーブーってなったんですけど、あれはパネルが消えるのがどこにもなかったっていうあれですね。ないとノーモアブーブーっていうのがなって、アタックとディフェンスが30ずつ増えます。で、パネルが入れ替わると。まあ、なんであれにできればでかいですね。はい。まあ、こんな感じで。ありがとうございました。あと2回かな、多分。まあ、ちょっとね。まあ、このレート帯なんで非常に申し訳ないですけど。じゃあ次行きましょう。いやー、なんだかんだ自分、まあ、ブランク本当に4年間ぐらいあるんで、まあ、元全1とはいえ、まあ、さすがに、あれですよね。さすがに、ちょっと、相当鈍ってますよ、今。まあ、ここから慣れていこうかなと。ああ、ずれ、今の、押せてないんだ。今の押せてないの痛いな。これもあんま強くないですね。さっきのミスが痛い。押そうと思ってた時に押せてなかったんで。さあ、ギリギリ残りますね、これ。さあ、2ラウンド目。ここかな？まだある。こっか。こっか。どこだ？あ、あとこっか。微妙。すごい微妙。さあ、ハート回復した。ハートっていうアイテムがあるんですけど、ハートが出ると回復します。おっと？減ったけど、ああ。こっちは減りませんでしたね。さあ、泥送りました。泥っていうのは、数秒間、相手画面がこの泥マークになってるんですよね。多分、今ぐらいに解除されたと思います。相手のパネルの配置が。さあ、ノーマームーブにして。まあ、これぐらいあれば十分でしょう。まあ、ちょっと、このレート帯っていうのもあって、結構今、喋りながらだとか、適当にやってたりとかするんですけど、まあまあまあ、おそらくこれぐらい出せば大丈夫だと思います。まあ、泥いってたのもあるんで。まあ、でも、相手、ディフェンス160ぐらいあったかな。まあ、しっかり勝っていくと。いや、かなり、
本当は全部一撃で決めなきゃいけないぐらいのレベルだと思うんですけど、ちょっと最後真剣にやります。これラストですね。はい、お願いします。ああ、失敗したか、今。まぁ、ちょっと、このラッキーパネルがディフェンスになると、アタックに偏りやすくなります。ディフェンスが増えるのが一つ実質減ることになるんで。なんで相手ディフェンス低かったですね。まぁ、それに比べてやっぱりアタックは結構あると。まあ、こう、すごい偏りやすくなります。もともとディフェンス増えるのがラッキーパネルでディフェンス増えても、ディフェンス増えるのが一つ少なくなるんで、実質。まあ、これ、ハンネは最強稲妻ってなってますけど、これは前世紀使ってたハンネなんで、あんまり気にしないでください。まあ、というわけで、まあ、こんな感じですね。まあ、対戦ズーキーパー。まあ、これ時間で CP が回復していくんですけど、まあ、これが回復して、すれば、また対戦できると。まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっと初のズーキーパー動画だったんで、ちょっとよくわかんない人もいるかもしれないですけど、まあ、こんな感じのゲームです。まあ、意外に面白いんで、皆さんもしよろしければ、やってみてはいかがでしょうか。まあ、というわけで、お疲れ様でした。